テキカテカやね。テキカテカです。うわあ、めっちゃ美味しそう。めっちゃ可愛い。おネギ。おネギ。今日はネギ使う。なんか最近細いよな。豚バラ。豚バラ？うん、買っちゃった。絶対巻いてくじゃん。最近巻きがち。もうこういくからね。何これ、美味しそう。すごっ。すっごいな、なんか。なんか豪快やな。なんかすっごい大きいお肉に見えるな。なんだよ。いい例えじゃないかもしれんけど、うん、なんか藁人形みたいな。やめて。これから焼くんやから。なんかやめて。え、めっちゃ美味しそう。ちょっとこれ後で焼くわ。今日の味噌汁はなめこ。一番好き。一番好き。お待たせしました。ありがとうございます。なめこ入れます。わかめも入れようかな。わかめいい。よし、入れちゃうかな。みんな、あー、来た来た来たってなってるね。お味噌だお味噌だってみんなが言ってる。ちょっと怖いんだけど、ちょっとお出汁ちょっと入れるわ。お出汁の風味強めの方が好きやね。お味噌汁完成。次はお茄子。お茄子、自分よりもやっぱ野菜の方が上。上よ、そりゃ。何？ん？これ何？今日は茄子の煮浸し、レンジ煮浸し。茄子綺麗。綺麗やね。今日は麺つゆでいこう。麺つゆ。ちょっと多かったな。私の水の責任です。麺つゆ入れすぎてん。ほんで今日は天かす入れるわ。天かす？うん、麺つゆと天かす合わんわけないからな。合わんわけない。合わんわけないよ。上に。え、めっちゃ美味しそうね。絶対美味しいよな。ラップしてチン。5分。お肉のタレを作ろう。ラジャーです。まあ生姜焼きなんやけどな。お砂糖大さじ2分の1、醤油大さじ1、お酒大さじ1、生姜たっぷり。タレ完成。油？油。とうとう？とうとう焼くよ。めっちゃいい音。肉からどんどん出てくるからな。転がそうかな。うわ、いいね。いいね。それいいな。あ、それいいな。ネギ柔らかくなるんかな。なあ、ちょっとなんか肉巻きおにぎり作りたくなってきたな。作ったことないやけど、これ見ると美味しそうに思う。めっちゃ一人でしたけど。タレ入れよう。いくよ。これは美味しい。これは美味しい。めちゃくちゃいい色。これは美味しそうやわ。ナスチンできた。どう？おお。いいんじゃない？一個明らかに使ってないけどな。顔が水面から出てまてる。こいつも多分怪しいよ。これもな。天かすすら浸ってないもんな。まあまあ、うん、いいでしょう。いい。この辺はトロトロ。ほんとやね。でもこれ綺麗は綺麗。確かに。天かすがまだ一人もいないけど。かけますよ。これちょっとトロトロ感を味わってほしいのよ。あ、トロトロ天かすを。そう、茄子と天かすのトロトロを、うん、味わってほしいの。何回言った。茄子とな、うん、天かすが。インターネット変えてこうやろ。だおネギかけます。おネギ何ヶ月持ってるんやろこれ。なんだかんだ東京メランダネギめっちゃ強くない？めっちゃ強い。スーパーで買ってきたあの根っこ付きの土に植えただけだね、うん、もしかしたら東京の土と東京の空気とかめっちゃいいんじゃない？そんなわけない。失礼やけど。わあ、めっちゃ美味しそう。完成。うわ、テキカテカやね。テキカテカです。完成。切って盛り付けよう。よし、ドガーン。ほんとそんな感じ。うまいこと切れるかな。半分半分いくわ、うん、え、
入ってそうやね。ちょっとチョンってやってみていい？どういうこと？熱っ。あ、いいんじゃない？ネギ？ネギいいんじゃない？何その確かめた。合ってる。うわ、いいね。気づけば出来上がってないけど適当に盛った。盛り付けるよ。こうしちゃう？こうしちゃおう。めっちゃ可愛い。なんか可愛くなったな。うん。サラダの幅。完成。いただきます。ちょっとまずはこのなめこ、すみません。美味しいの十条やな。料理数学者に言わせてもらえれば素数分解して美味しい、うん、全部意味わからんね。とろっとろ。天かすいいわ。これだけでご飯めっちゃすまん。いける。ナスなくてもいいもん。天かす好きなんよ。ネギいけてる。めちゃくちゃ美味しいわ。薪のスペシャリストの称号を与えるわ。もうそうそう、ネギマをネギと鶏と一緒に食べてる時の感じやもんな。うん、大盛り入れてもさ、おかわりいくんやん。ほんと友達多いよな。え、多くない。嘘。でもなんか深いよな。知り合いと友達と親友の違いってめっちゃ難しくない？うちの中でその友達と親友の違いは、うん、親友は裏切られても別にいいと思える人。例えば10万円貸して10万円返ってこんくてもまあしゃあないかって、うん、そう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 。見返りを求めない。なんか愛と恋の違いみたいになってきたな。あ、親友って愛なんや。だから犬5匹急にこれちょっと3日間預かってくれんかって言われて、うわって思ったら友達やな。親友やったら、おお、もちろんもちろん、オッケーオッケー。うわってなるよ。それはさすがにちょっとわけが違うわ。最近2やろ。だからもうやっぱ癖っ気がさ、もうくるっくるくるっくるになってくる。クリーンやん。やっぱり小型犬の何？毛の長いタイプのダックスのここ。いや、あれクセッキじゃないよ。あんのかな、その梅雨の時期やからバーってなることある？ダックスが。何よりずっとやっぱ小型犬って言われるのがやっぱちょっとそこに引っかかってる。梅雨ずっとこれか。梅雨ずっとこれよ。だから夏が楽しみなの。空気の気流でこうなんかそれ合わせてこう。だから今こう。あ、上昇気流。6月だ、上昇気流鬱陶しいわ。これが落ち着いたら梅雨明け。梅雨が明けたって証。だからもうニュース見んでいいよ。ごちそうさまでした。